カール・ロシャーは、デンマークの画家、版画家。デンマーク最北端の町、スケーンに集まった画家たち、スケーン派の画家の一人である。デンマークの属国、ユトランド半島南部のシュレースビヒ公国のフレンスブルクに生まれた。幼い頃から、船に興味を持ち、海洋画家の父親から、画家の訓練を受けた。父親が没した後、デンマーク海軍の軍艦で何度か航海をし、 当時デンマーク領であったカリブ海のセントトーマス島への航海では大西洋の壮大さなどに強い感銘を受けた。1872年からデンマーク王立芸術アカデミーで学ぶが、その前から詩人で画家のドラクマンに勧められて、スケーエンの芸術家村で数ヶ月を過ごした。海岸や漁船、廃船や海岸を進む馬車などを題材に絵を描いた。1870年代には、 パリで修行するが、デンマークに帰国するたびに、スケーエンで過ごし、最終的に家を買って、生涯、スケーエンに住んだ。銅版画家としても、多産で、1885年から多くの銅版画を制作し、1892年には、銅版画に、ほぼを専念し、ベルリンの銅版画家、ハンスマイヤーの下で学んだ。ロシアの銅版画のコレクションは、 スケーエン美術館で見ることができる。政府の援助でコッペンハーゲンにデンマーク人のための同伴画の学校が作られ1900年まで教えた。スケーエン派の画家、ミカエルアンカー、アンナアンカーやペーダー・セベリン・クロイヤーもこの学校に参加した。ありがとうございます。